はい、皆さんこんにちは。今日はですね、このつの表現について勉強しましょう。このつの前は動詞のマス形のマスを取った形が入ります。そして、こちらもですね、動詞のマス形のマスを取った形プラスつ、このような接続になります。例えばですね、行きますね、行きますのね、行きますのマスを取ってね、行きつ。じゃあそれから戻ります、戻りますのマスを取って戻りつ、行きつ戻りつ、こんな風なね、形になります、ね、そしてこれはどんな意味かというと、まあ、この A、ね、前の方の A の動作と後ろの方の B の動作、 A と B の動作が交互に繰り返されていることを表します。そしてですね、この A と B になる中に入る動詞は、まあ、2種類、ね、入り方があります。一つは反義語の関係、つまり反対の言葉ですね、浮きますっていうのはこう浮きますよね、沈みますってこう沈みます、この動作ね、浮きます、沈みます、ちょうど浮きますと沈みますは反対の意味の言葉ですよね。例えばこれもそうですね、行きますと戻りますもそうですね、行くという動作、それから戻るという動作、これちょうど反対の動作ですね。このような反義語の関係で、こう動詞が入る場合と、それからですね、能動態と受動態とね、まあ日本語ではね、能動受動というふうに言ったりしますけれども、まあ簡単に言えばこの押されっていうのはこれつまり受け身形ですね。同じ動詞を使いますが、後ろの方は受け身形ね、動詞の変化のね、受け身形をここに入れると、こういう、同じ動詞ですが後ろは受け身形とね、こういうふうな、動詞の入り方もあります。そしてこれはですね、先ほど言ったようにこの A と B の動作が、交互に繰り返されている、つまり浮いたり沈んだりね、これ簡単に言うとね、もうちょっと簡単な文法で言うと、浮いたり、ね、沈んだりと、ね、まあ、こういうふうに言ってもいいですよね。はい、押しつ押されつっていうのは、例えば電車の中でね、まあ日本の東京の電車って人がいっぱいですよね。じゃあもう押しつ押されつ、ね、私がこう電車の中に入りたい、じゃあ、はい、こうやって押して押して押して開いてね、入っていくと。じゃあある人は電車から出たい、じゃあ私押されて押されて押されてとね。じゃあこれもね、押したり押されたりと言ってもいいですよね。たりたりもそういう動作の反復の動作の反復の時にこのたりたりを使うことができますから、もうちょっと簡単な言い方だとこういう言い方があります。そしてですね、このつつの表現は、まああまりですね、まあこれ N1 の文法ですよね、あまり使われない、ここに入る言葉もね、限定的です。そんないろいろな単語が入るわけではありません。まあでもね、こういう表現があることを皆さんね、ちょっとここで勉強しましょう。大丈夫ですか？例文。マラソンの終盤、二人の選手が抜きつ抜かれつの激しい争いを見せた。夫は分娩室の前で行きつ戻りつしながら出産の無事を祈っていた。毎日押しつ押されつの満員電車に乗って会社に通うのは正直しんどい。たくさんの亀が池の中を浮きつ沈みつしている。会話。新しい仕事見つかった？実は前の職場の後輩にいい就職先を紹介してもらったんだ。へえ、よかったわね。以前いろいろお世話になった恩返しだって。そうだったの。世の中持ちつ持たれつね。